テレビアニメ、フルメタルパニック、インビジブル VI、クトリーとキュアメイドカフェのコラボレーションが決定した。メイド服のテッサが登場するエピソード、踊るベリーメリー、クリスマスをテーマにしたメニューもあり、ファンを楽しませる。用途が盛りだくさんだ。コラボメニューの注目商品は、テッサのお手製、カルボナーラである、踊るベリーメリークリスマスの作。中でテッサがソースケに振る舞ったお手製料理を再現している。ソースケが、舌鼓を打ったメニューを堪能できる、テッサのお手製カルボナーラ、1200円、税抜き、パシフィッククリサリス号のブッフ。のメインディッシュローストビーフも作中に登場したメニュー。神代高校の参加者も食べたブッフェのメインディッシュであり、食欲をそそられる一品だ。スイーツメニューのテッサのメイド服パフェはメイド服姿を披露したテッサをイメージ。ポン太く、パンケーキはマスコットキャラを抹茶アイスで帽子を表現し、はためも楽しめる出来栄えとなった。ポンタくんパンケーキ、700円、税抜き、ドリンクの、ウルズ7コーヒー、は先行販売の、対テロ極秘傭兵組織ミスリルステンレスマグカップ、キドリン、フ、ファンならぜひ入手したいコレクターズアイテムである、SN、人だけが注文できるスペシャルドリンク、ARX7、も見逃せな。なお店内でコラボメニューを注文すると一品につき1枚限定ポストカードがプレゼントされる。グッズ販売コーナーもあり、 T シャツやバックパックなどが先行販売される。詳細は公式サイトを確認してほしい。フルメタルパニック、アイビカフェ期間に018年4月27日金曜日、チルダ5月6日日曜日、店舗キュアメイドカ C ガトー商事四季堂寺角川 FMP4。 And now I know